うるさい。こけーって言ったのは何かな？なあ、はるちゃんが卵を産んでるんやな。なあ、でもいつもこけーっていうのは卵を産み終わってから泣くよな、ライちゃん。なあ、はるちゃんまだ産み終わってないんやけど。産み終わってないよな、はるちゃん。はいはいはい。産み終わってる？ないわ、ごめんごめん。ごめんな。ねえ、大ちゃんはね、今日産んだんですけど、今、朝の8時半です。な、もうちょっと待って。この子系はね、おねだりの子系ではないんですよね。ねえ、まあね、おんどりを呼んでるとか言われますけどね、仲間が卵を産んで、産み終わったらね、見張りがいないと危ない。卵ね、悪い獣に持ってかれる。だからね、見張りを呼んでる。っていう声で、あ、これははるちゃんのね、産む本人の警戒する声なんですけれども。こけー、こけーって呼んでくれるよね、産み終わったら。ね、メンドリはおんどりに比べて静かですけれども、ね、この声を時々出します。卵の後ね。もうちょっとおとなしくしといて。ね。お父さん寝起きでね、髪の毛もボサボサで、顔も洗ってないから、ね、カメラに映ることができません。ちょっとシャワー浴びてくるからな、おとなしくしといてくれる？な。な、さ、心配だったよな、お姉ちゃんがな。優しい妹や、あんたは。はい。カメラで映ることできませんってね。はい、映ってますが。な。中入って待っといて。大ちゃん。OK?OK?、OK? OK、うん、来てほしかったよな。うん、うん。そうやな。お姉ちゃん思うよな。そうやな、そうやな。うん。ちょっと待っといて。な。うん。うん、来たから。大丈夫やから。うん。じゃあお茶入っとこうか。お茶入っとこう。ライちゃん、なんかあったらお父さん来るから大丈夫やからな。お茶入っとこう。はい。で、はるちゃんが産んだら教えてな。閉めとくよ。で、はるちゃんごめんね。ね、産んでくださいね。大丈夫やからな。おとなしいしといてよ。なになに、ちょっと、はいはい、さっきと同じくだりやん。まだ卵産んでへんやん。まだ卵産んでません。お父さん今顔洗っただけですな。ちょっとだけな、コンタクトつけてくるから止まっといてな。閉めるよ、閉めるよ。大ちゃん、ここ開けとくからさ。なあ、まだ卵産んでないし、開けとくからコケコケ言わないで。出たかったんか？な、待っといて、ここで。はるちゃん、もうすぐ海はあるから。な、なあ、心配なのも退屈なのもようわかるからな。な、偉かったな。開けとくから、な。外出たかったんか？ここで一緒に待っといてほしかったんか。待っとくか。あなたが警戒して泣くのはよくわかったから。だいたい産んでから泣くからな、それを取ろうと思ったんやけど。なあ、産む前から泣いちゃったな、今日はな。おう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 。
タバタバタバタね、今日は雨が上がったから後で散歩行こうな。な、待っといてください。あ、警戒してんの？そっちの方見て。ふーちゃんがいないからライちゃんな、自分で警戒せなあかんもんな。ふーちゃんいてくれたら安心やったけどな。上ばっかり見て大丈夫や。先ほども言いましたけど、本来ならね、オンドリがずっと一日中見張りをしてるんですよね。だから、まあ、メンドリはね、安心してご飯を食べたり卵を産んだりできるんですけれども、ね、うちにはオンドリがいない。そしてね、これまではフーちゃんみたいなね、まあ、オンドリ役ではないんですけれども、まあ、安心できるお姉さんがずっといました。まあ、フーちゃんがいてもね、卵を産んだ後はこの警戒なきっていうのは時々してましたけど、今はフーちゃんがいない。ってことでね、ライちゃんが、まあ、周りをうろうろして警戒してるっていうわけじゃないと思うんですけれども、やっぱり一人ではね、不安になってるのかもしれないですね。ね。すぐ呼ぶもんな。ね、お父さん来て、お父さん来てって。ね、オンドリがいないんでね、やっぱ僕をね、そのオンドリの役目を期待してるっていうか、ね、オンドリっていうことになってるのかもしれないですけれども。ね、こういう時はね、すぐ呼びます。大きい声でね。僕が家に帰ってきてね、で、ドアの音がガチャンとすると、帰宅したことをこの子らわかりますから、その時はね、散歩連れて行ってって声を出すんですよ。その時はね、クエー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 っていう声ですね。さっきみたいなね、コケーコケーっていうね、もうあの最大級のね、あんな大きい声じゃないんですよ。こう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 って声で。でもね、この卵の時だけはね、本当に大きい声を出します。ね、猫とかがね、うちに来た時もああいう声を出したことがありましたが、ね、それも最大の威嚇の声ですよね。この声がね、どういう意味なのかっていうのはね、鳥に聞かないとわからないですけれども、ね、オンドリを呼ぶ声っていうのはね、聞いたことがあります。眠くなってきた。なあ、警戒しすぎて、眠くなってきた。大きいうんちもしたもんな。朝ね、ちょっと部屋に出したから大きいうんちするかなと思ったら、なかなかしなくてね、やっとさっき大きいうんちをしたんよね。な、出したら眠くなる。わかるよ、その気持ち。な、お腹もいっぱいやし。で、はるちゃんの呼吸はね、だいぶ荒くなってきました。はるちゃんね、もうすぐ産むと思います。緊張しすぎて眠くなったの。はるちゃん。そんなことある？な、もうちょっと待っとこうな。今日はね、はるちゃんが卵を産んだ後の警戒鳴きの声を取ろうと思ったんですけれども、さっき同じような声を取ったからもうええかなってことで、はるちゃんの産卵シーンをね、撮りたいと思います。僕がいたらね、もうこのコケーコケーっていうのは鳴かないと思うんですけれどもね、聞いてる？産卵シーン撮りましょうかね。でもうちょっとね、待ちたいと思います。はるちゃんがね、今足元の整理をしましたね。これはね、今卵を産む準備ですね。キャリーバッグとかでね、移動中に産むときは、中にね、キャリーの底に新聞紙を引いてるんですけれども、この時ね、同じような仕草をして、新聞紙がね、ボロボロになります。引きちぎるんですよね。ね、卵を産むベッドを作ってるんでしょう。呼吸もね、だいぶ荒いです。な、もうちょっと待っとこうな。はるちゃんが起き上がりましたね。いよいよね、卵を産む時間だと思います。またか。
はるちゃんはね、この息む時間が長いですね。あ、今産んだかな。まだか。ちょっと卵は出ないようですね。心配して見てます。あ、産んだ。すいません、カメラをね、ちょっとライちゃん映してた間に産んでしまったみたいですが、産みましたね。最初ね、ライちゃんが泣き叫んで動画を撮った時からね、1時間ちょい経ってます。ニワトリがね、卵を産むってこんなにね、重労働なんですよ。1時間ですからね。な、ライちゃん、お姉ちゃん卵産んだよな。ちょっとね、疲れて寝てしまったけどな。見張りな、ご苦労されたな。メンドルはね、産んだ瞬間はね、こう数分間ぼーっとしてます。疲れたんやろと、ね、口も開けて、息もね、だいぶ乱れてて、あ、今卵を触ってますね。ご苦労されたな、大ちゃんも。疲れたな。看病疲れ、看病じゃないな、見守り疲れか。疲れたな。ライトも今日産んだんやもんな。あんたも偉かったな。ちょっとハルちゃんとこ行こっかな。行ったら怒るかな。あ、今卵触ってるからまだ行かない方がいいですね。しばらくね、そっとしとこうと思います。本来であればね、卵を産んだら大ちゃんがコケコケって騒ぐんですが、僕がいることに安心したのか、まさかのね、寝てしまうという結末になってしまいましたがね。気持ちね、目張ってたよな。気持ちはな、頑張ってやってたよな。大ちゃん、お疲れ様でした。どこ行くの。大ちゃん、お疲れ様でした。戻ろっかな。あれちゃん飲んだから、お茶戻ろう。はい、じゃあライちゃん、ライちゃんちょっとお茶戻って。はい、ちょっとお茶戻ってな。あれちゃん卵産んだから、お茶戻って、お茶戻って、入って入って。はるちゃん、お疲れさん。なんかね、はい、お疲れさんやったな。しばらく温めときね。はい、で今日ね、愛ちゃんが叫んだのは、卵を産むはるちゃんを警戒して泣き叫んだでした。ということで、はい、はい、部屋に戻りましょう。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、じゃあ戻ろっか。はい、戻って。はるちゃんお疲れ様。大ちゃんもね、産みました。大ちゃんもお疲れ様。はいはいはい。はるちゃん、はいはい、大きい声。はるちゃん教えてくれたんやな。はい、産んだよって。この声です、僕が撮りたかったのは。な、はい、はるちゃん、ご苦労さん。大ちゃんも一緒に泣いたん。大ちゃんも一緒に泣いたん。はい、安心してな、出てきてな。お疲れさん。大きい声や。二人揃って。
はい、もう怒る必要ないからな。お疲れさん、はるちゃん。今日もいい卵産んでくれたな。ありがとうな。はるちゃんもありがとうな。はいはいはい、もう大丈夫かな。